本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。あ、スマホのバッテリーがあと少し、やっべやっべ、バッテリー忘れてきたと焦った経験はございませんか？今回紹介する商品はお手頃価格、大容量、コンパクトサイズなおすすめモバイルバッテリーを紹介します。こちらでございます。表裏、今回カラーはブラックです。取扱説明書、終盤に日本語表記、収納ポーチ、短めなタイプ C ケーブル、本体でございます。厚みがあるので少し重さは感じます。 305g、約 10.5、6.8、厚み3センチ。手にすっぽり収まる小型サイズ。ここを押すと、現在のバッテリー残量が表示されます。こちら、なんとストラップの穴もついていました。3つのデバイス、同時充電。こちらのモバイルバッテリー、タイプ A が2つ、タイプ C が1つ、計3つに対応しています。またこの本体、同時に充電器本体も充電することができます。本体こちら、側面にはマイクロ USB 入力端子が付いております。タイプ A 充電について、本体こちら2箇所、2つ付いているタイプ A 出力は高速充電規格である 22.5W に対応。一般的な充電器は 1.5A、2A、3A 充電ですが、この充電器 USB-A はなんと 5A の高速充電に対応。通常の充電器より約4倍の速度で充電することができます。タイプ C 充電について、こちら本体真ん中、タイプ C は入出力に対応しています。 20W の PD クイック充電技術によって、一般的なスマホの場合約30分で 50% 充電することができます。見やすい液晶ディスプレイが搭載。この本体、この丸い部分、充電パーセントが表示されます。2万mAh で、この小さなサイズ、ポケットに収まり手軽に持ち運びができる手のひらサイズです。いかがだったでしょうか。このモバイルバッテリー、おすすめな方は小型でありながら大容量のバッテリーをお探ししている方、シンプルなデザインでお手頃価格のモバイルバッテリーを探している方にとてもおすすめです。このバッテリー興味がありましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。小さいカメラみたいでいいね。本番いきます。よーい、こちらでございます。タイプ C 充電につPD 充電器、小型カメラみたいなデザイン、小型カメラみたい、小さいカメラみたいでナイスです。